ねずっともみちゃんです。そして清川かりんと申します。はじめまして。私はパークや旅行系の動画を YouTube にアップして活動させていただいているものです。よろしくお願いします。お願いします。ということで今回はかりんさんと初コラボするんですけども、ちょっとこのテンションいける？いけない。もうめっちゃ緊張してやばい。カリンさんも結構お一人ユニバーして、僕も結構お一人ユニバーするんですけども、やっぱこれから結構お一人ユニバーする方はちょっと不安な面が多いと思うんですよ。で、アトラクションとかショーとかって、個人個人みたいなアトラクションショーがあると思うんですけども、特にレストランとかってやっぱ怖いよね。そうですね、初めて来た人が緊張しますよね。本当に緊張してるし、どこ行ったらいいか分かんない。確かに。あとは例えば、休憩スポットとか、周りに例えばカップルとか家族とかいたら一人で休憩するのってちょっと不安な面がある。ちょっと空いた時間にちょっと座りたいとかが一人だとちょっとうろうろしちゃうから、そう疲れちゃうんですよね。それがちょっと難しいんで、今回僕たちはカーリーユニバが好きな人たちのおすすめなレストランとか休憩スポットとか、あとはフードを紹介しようかなと思ってます。でこれから一人ユニバしようと思ってる方はこの動画を見て一人ユニバ楽しんでください。はい。すごいちょっとグダグダになっちゃってる。じゃあ早速行きましょうか。はい、行きましょう。じゃあゴー。はい、ゴー。ちなみにカリンさんでどのぐらいの頻度でユニバに行くんですか？そう、今はだいたい月1ぐらい平均。ああ、でも今遠方で月1って結構多いと思う。本当に多い。でも必死ですよ、月1でも。僕もディズニーとか行くんやけど、年に 2,3 回やもん、行っても。年に 2,3 回ディズニーも結構多い方じゃないですか？結構多いと思うけど、やっぱ遠方からユニバーまで月1はほんまだって年間で12回。ああ、そうですね。結構多いね。そうですね。あ、ちょっと着きました。僕がおすすめするレストラン。で、まず僕のおすすめはここのメルズドライブインのこのオニオン。いや、これほんまに美味しいよ。食べたことないです。食べたことない。いただきます。はい。いただきます。どうですか？なんか衣が全然ふたってないっていうか、なんかこのフライ同士が重なってたらどうしてもなんか衣がねちゃってしちゃうんですよ。サクサクっていうかザクザクに近い。なんかこうやって噛み切れなくなるんですか普通？確かに。ビーチ伸びてきたりするから。え、うま。しかもこれね、結構ね、ユニバの中ではリーズナブルに買える方で、僕もね結構一人ユニバした時は、ここでこれだけ食べて腹ごしらえとかをするんですよね。で今回ちょっとカリンさんにちょっと問題出すんですけども、じゃあなんでここのメルスドライブインがいいか分かります？これがあるからじゃないんですか？じゃあそれも含めてここのレストランが今この春のユニバは一番おすすめなんですよ。あ、分かった。春の新しいメニューがあるとか。あー、でも確かにねあるけど、他の店でも売ってる。答えは、ユニバって春から3年ぶりにパレードが帰ってきたじゃないですか。で実はここのメルズドライブインのテラス席からはこのパレードのフロートが2階止まるんですよ。パレードのフロートでなんか止まって、ダンスとかするんやけど、はい、ここのメルスだけは2階特別に止まっちゃうんですよ。え、だって普通同じ場所って1階じゃないですか？そうけどここだけは特別に2階止まるから、もうこれからの春、今年の春のユニバーはここでちょっと1人でも2階パレード見れちゃうっていう。めっちゃ最高。ちょっと小腹を満たしながらパレードを見て、そう。しかもここからだと結構いい感じに見れそうじゃないですか？本当にいい感じに見れる。こうやってフロートがちょっと高めだから、こうやって眺めるのも
最高だし。そう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 。だからそういう意味でもここのお店はもう一人ユニバにも超おすすめ。なるほど。次回。そうやな。次回のカニーさんの動画で流れるかもしれないから。で、俺ちょっとカリンさんってキャラグリのイメージがあるんですよ。だからズバリ好きなユニバのキャラクターって誰ですか？推しはまだ探し中なんですけど、うん、今のところ一番好きだなっていうのはやっぱりウッディかな。うわもう典型的なもうユニバオタク。素晴らしい。もうグミはウッディは神なんですよ。わかる、めっちゃノリノリやな。ユニバのキャラクターの中で一番、はい、そのノリがいいっていうか、あ、そうですか。コミュニケーション面白いし、そうなんですよね。わかる。話も面白いし、なんか物腰軽い感じが、なんかあの私めっちゃ人見知りなんですけど、なんか話してて楽しかったです。はい、あ、誰でも絡めるんだよね。はい、そうです。本当に。あ、わかる。もう今コメント欄でわかるって聞くのが絶対。そうそう。いやー、すごいウッディなんやね。かわいいもんね、ウッディ。はい、そうなんですよ。かっこいいし、うん、かわいいし、優しいし、なんかコミカルだし、いろいろありますよね。すごいね、もう止まらない。もう彼氏の好きなところみたいな。100個ぐらい言えるかもしれない。すごいね、本当に。で、次が僕おすすめするのがこのキティちゃんのいちごチュリトス。めっちゃうまそうやね、これ。めっちゃ可愛いです。これ一つ一つリボンになっててピンクと赤が。そうそう。いただきます。これがなんかいちごミルクの味、うん、だから甘酸っぱいイチゴっていうよりお菓子みたいなイチゴの甘さのチュリトスで、しかもこれが一つ一つ多分砂糖菓子なのかな。だからなんかカリ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 も楽しめて、いろいろ食感も楽しいチュリトスです。美味しいよねこれは、うん、で今回カニンさんにおすすめしたいのはっていうか一人ユニバの方におすすめしたいのがここのセントラルパークなんですよ。ここすごく良くないですか？めっちゃ景色いいですね。めっちゃ景色いいしめちゃくちゃ風気持ちよくないですか？ここ見て感じ、うん、なんかパークのこの景色を独り占めしてる感じになりますね。わかります。それ変えたんですみたいな。貸し切りみたいなね、そんな感じになりますし、あとここ、はい、奇跡的に人がめっちゃ少ないっていう。誰もいないでしょ。ほんまにここ貸し切りしてるような気持ちになれるからめっちゃおすすめなんですよ。で次はまあ僕のおすすめな休憩場所とかレストランも紹介したので、次はカニーさんのおすすめなまあレストランから紹介するんだけど、まあ、結構気になってる方もいると思うんですけども、なんでコラボしたかっていう経緯なんですけども、共通点がお互いやっぱ一人ユニバやったからちょっとね面白いものが生み出せるんじゃないかなと。例えばこれから一人ユニバ心配ですって声も結構あるから、まあ、そういう方にやっぱ勇気づけたいと。はい、思いで、まあ、一人ユニバ大好き勢の2人が今回動画を撮ってるっていう感じですね。そうです、うん、私の視聴者さんも結構一人ユニバどうしたらいいですかっていう方が多いので、これを機にこの動画を見て学んでいただけたらなと思っております。そうです、今からカニさんが頑張ります。うそー、なんで？わー、すごい。ありがとうございます。マジかー、これ。この人らどこで行ってるんやな。絶対可愛いな、一緒。使い道がないですよね。丁寧に混ぜてくださいね。これ溢れるんや。普通のドリンクと違ってやっぱ混ぜるのもちょっと難しい。
じゃあ、いただきます。これどうやって飲むのこれ、どうやって飲むのこれ。そこにやったら身長が足りてる。ピラとかかな。そうですね、一旦そこに着地させて。いただきます。はい。あーいいね。飲んだ時にライムか、ライムの香ばしい香りが口の中に漂って、すごい爽やか。ノンアルコール、はい、だけど一応ビールとかもあるよね。そうです、お酒のそのサイズもあります。お酒でこのサイズって言わないか。ベロンベロンのベロンベロンなんで。あ、でも意外と飲めちゃいますよ。あ、そうなんや、はい、でもここカウンター席さ、座ってる方もさ、結構一人で来てる方やから、はい、僕も周りの目気にしないっていう点でもすごい一人二番にはおすすめ。そうなんですよね、なんか一人の時間を、うん、大切にできるっていうか、ゆっくり過ごせる。確かに。あと結構ここの店おつまみメニューも多いやん。そうですね、うん、お酒に合わせた、お酒に合わせた、はい、もう一人でたしなむのことかもしれない、はい、おこちらです。あ、これ絶対うまいやつ。チキンとあれ野菜スティック。そうなんです、チキンが一応主役の。これ確かにおつまみだ、ザおつまみ。はい、こちらいただきます。はい、ちょっと辛みがある。そうです、うん。ふんわりなるな。こういうチキンって結構塩焼きが多いけど、この辛みがあるチキンって美味しいね。そうなんです、それ味がちょっと濃くて辛いんで、うん、飲み物が進みますよね。ほんまにおつまみ最高、はい、これ食べて、はい、食べて、おお気をつけて。今のはちょっとトラブル起きたんで気をつけてください。うわ、うま、合う、ドリンクと合う、はい、うまいわ、めっちゃ酒が進む。まあ、ノンアルコールノンアルコールも進みますか。ノンアルコールも進む、本当に美味しい。野菜もあるから、ちょっと辛さがちょっと来たら、ね、この野菜とかで味変するのもある、うん、うまい、うまい。辛いのとお野菜のそのみずみずしい感じが最高、はい。はい、うわ最高ですね。わかる、お昼なんですけど最高です。昼飲み最高、はい、ぐんぐん進んじゃうんですよね、やっぱこの雰囲気と酒が、うん、合わせます。私もいや、ここめっちゃ良かった。本当に一人に最適なレストランなんですね。しかもこれフィニガーズって俺は入ることがなかったから、はい、すごい新鮮な気持ちでたしなむことができたし、ノンアルコールでもこんなに美味しいものって感じがしたんで、お酒好きな方とかお酒飲みない方とかでも本当におすすめですよね。ここは本当に誰でも、お子様でも来れるんじゃないですか。来れないけど、お子様ちょっと混ぜたことマスターお子様おすすめ。で、まあ、次はそのカニさんのおすすめの休憩スポットとフードカートメニュー、はい、を楽しめていきます。はい、ご紹介します。ゴール。で、僕実はカニさんのことを去年の1月から知ってて、お去年なんかの大晦日となんかお正月ユニバとディズニー行くみたいな。やりました、あれでした。そうそうそう、あれじゃすごい子いるなと思って、で今回ね、僕もね、ありがたくて コラボさせていただいて、はい、逆にカリーさん、僕のこと知ってました？いや、あのガチ、本当にこれガチです、嘘とかじゃないんですけど、はい、私、まめちゃんさんが登録者数が1万人ぐらいの時から知ってました、てか登録してました、どういうことですか？1万人？え？結構前ですよね。めっちゃ前ですよ。なんか私が昔バイトしてたバイト先の人から勧められて、めっ
ちゃ面白いよって勧められて、はい、で見て速攻で登録して、そこからずっと今も登録してます、もう YouTube やる前で、あ、そうです、私がやる前ですね、全然だから元々は、まあ、視聴者さん的な感じだったんや。あ、そうなんですか、最初。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。いえいえ、びっくりした。あ、そうなんですね、はい、そうなんです。すごい奇跡的な。あ、そうなんです、本当に念願というか。私のおすすめはブラックペッパーポークリブです。わー、これすごい、もう持った瞬間からいい香りする。めっちゃ美味しいですよね。本当に美味しい。はい、これ選ぶあたりもすごいユニバファンやわ。ナイスですか。で、これ場所はホッシェルフェルズのごめんなさい、ちょっとうまく言えないんですけど、ホッシの裏のベンチがとっても景色が良くて大好きです。いや、ここいいね、見て、ラグーンとかも見えるし、ダイナーソーとかも見えるし、めっちゃええ。しかもここね、あの人少なくない？そうなんですよ、ちょっと穴場じゃないですか。めっちゃ穴場。確かにここ最高やわ。これいただきます。はい、どうですか。優勝。うまい。だからこれほんまに、しかもここね、あのやっぱジュラシックパークエリアで食べるのがすごいいい。そうですよね、雰囲気と相まって、でこれ肉も柔らかくて、しっかりと豚肉の肉汁が入ってて、かといってほんまにスパイシーな香辛料の味がするから、めっちゃうまい。なんですよね、意外とちょっと甘くって、うん、でしっかりお肉を味わえる。パークフード、ザ・パークフードっていう味しません？それわかる。来たみたいな。しかもこれやっぱワンハンドすごい食べ歩きにも向いてるし、一人でもベンチに座って簡単に食べれるから、うん、お手軽ですし、めっちゃいい。うん、黄昏れるわ。最高じゃない、ここ。一人なら好き放題黄昏れられますよ。でもここほんまに人がいないからさ、はい、周りの目も気にしない。そうですね、すごい。はい、じゃあ今日はぼっちユニバ好きのおすすめな楽しみのレストランとか休憩スポットを紹介しました。でまたこの動画が、まあ、好評でしたら、またその一人ユニバの楽しみ方を、まあ、皆さんに、まあ、紹介するんで、ぜひ今のうちに高評価お願いします。じゃあというわけで、まあ、これからもいろんな動画を上げるんで、ぜひチャンネル登録とかグッド評価、通知ボタンもお願いします。お願いします。ハリーさんの YouTube チャンネルも概要欄に貼ってるんで、ぜひ登録もお願いします。お願いします。じゃあバーイ。じゃあ逆に、はい、で次これ逆。はい、で次新名の持ち、これいいですね。